田中康夫のだから言わんこっちゃない、ボリューム27、市場市場マーケットとは何かと題してお届けをいたしたいと思います。まあ、通常はマーケットと言っています。でもマーケットもですね、株式とか為替のマーケットっていうのもあれば、ヨーロッパの街にあるようなですね、広場、金付き堂があるような下のところでですね、野菜を売ったり、してるのをみんなが買いに来てるというマーケットもあります。つまり、市場のマーケットと市場のマーケットはだいぶイメージが違います。こちらをご覧ください。市場というのはリアルなものなんですね。それに対して市場というものはバーチャルなものです。どういうことか。一人暮らしのおばあちゃんが買いに来た市場で、おばあちゃん、一人暮らしだから今日魚の切り身ちょっとこれ小ぶりだから10円、30円負けとくよというのは、人の顔が見える市場でリアルです。無論赤字になったら続くわけありません。でもタイムセールというものを行うときも、じゃあそのタイムセールは毎回パソコンに叩いてデータを入れて損益分岐を出して行う時間を決めてるのか。給料日後であっても、そして雨でもない日なのに人の入りが悪かったら通常より30分早めるかもしれません。それは人間が AI ではなくて判断することです。でもその日の売り上げがどうだったかってことは後から検証することなんですね。すなわち市場というものはリアルなものです。じゃあそれに対して市場経済の市場というものは何か。高度な数学を使っているので、永遠の右肩上がりのデリバティブ商品だというものもリーマンショックでみんな崩れてしまったわけですね。市場というものはまさにリアルではないバーチャルなものです。そこのパソコンの画面に映されている数字はリアルに見えるかもしれませんが、もしかしたら誰かが打ち間違えているかもしれない。あるいはパソコンにバグが生じているかもしれない。ウイルスに汚染されているかもしれない。すなわち、科学を信じて技術を疑わずということになると、リアルというところへは近づけないということです。ですから市場経済ではなくて、市場人間社会、まさに市場原理主義というものに対抗する言葉が生まれていないというところに、多くの私たちが反省すべき点があるのですが、つまり市場という目に見えるもの、体温が感じられるもの、その気持ちをパソコンをいじるときにおいても、市場のマーケットをいじるときにおいても人間が行わなくてはいけないということです。それは従来から繰り返し述べてきているように、教皇フランシスコが、まさに私たちは数字に換算できない家族であったり、地域であったり、文化であったり、伝統であったり、そしてそれは右向け右と言って、思考停止にしてしまうのではなくて、そうした数字に換算できないものイコール価値ゼロと言ってきたのが市場経済だけれども、でもその数字に換算できないところにこそ、人間がもしかしたら市場や市場をより良くしていく英知が生まれるのではないかということであります。ということで、本日は市場市場マーケットとは何かと題してお届けをいたしました。